はい、こんにちは。いつも聞いていただいている方、どうもありがとうございます。今回が初めての方はよろしくお願いします。ただ翼です。このチャンネルはビジネスセンスを磨くというコンセプトで毎日配信をしています。今日は何の話かというと、マーケティングについてです。マーケティングの顧客理解について掘り下げて一緒に考えていければと思っています。それでは最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい、今日のテーマはマーケティングです。マーケティングで大事なことは何かから、マーケターに求められる心構え、大事なマインドセットについて見ていければと思っています。皆さんはもしマーケティングで大事なことは何かと聞かれれば、どのようにお答えになるでしょうか。私の答えがあって、あえて一つマーケティングにおいて最も重要なことを絞るとすると、顧客理解というふうに思っています。で、今回はですね、じゃあ顧客理解をするにあたって、どうすればいいか、どのような心構えをするかについて話をしていきたいんですけれども、一言で言っておくと、マーケターに求められるのは、顧客のためにどれだけ本気になれるかだと思っているんですね。というのは、顧客というのは、自分以外の他人なので、自分ではなく他人のことをこう思う。もっと言えば、より、価値を感じてもらう、不満を解消してもらうといったような他人への貢献なんですよね。その時にどれだけ本気になって、本当にその顧客のために何かを自分はしたいという、 こう利他的な心になれるかだというふうに考えるんです。ではここからはどうすれば本気になれるかを見ていきたいと思っています。あなたはこう仕事においてお客さんのためにどうすれば本気になれるかと、後輩だとか、もし仮に部下がいたとして、部下から聞かれれば、どういうふうに答えになりますか？で、マーケティングに話を戻すと、顧客のために本気になるためには、私はポイントは3つあると思ってます。最初に3つポイントを言って、その後順番にそれぞれ補足をして解説をしていきます。本気になるための3つのポイント、1つ目は、顧客を絞って、具体的に顧客像を作っていくです。2つ目が顧客の問題に共感する。そして3つ目が問題解決に至って当事者意識を持つ。この3つを意識していけば、顧客のために本気になる、他人事ではなくて自分事化して本気になっていけるというふうに考えます。では順番にそれぞれについてもう少し見ていきましょう。はい、マーケティングで顧客のために本腰になれるポイントの1つは、顧客を絞って顧客像を具体化するです。顧客のことをまずは理解をするために、どんな人なのかというイメージをなるべく具体的にしていきます。で、具体的にするというのは、違う表現をすると絞っていくことなんですね。順番で言うと、具体化することによって絞られていくというイメージなんですけれども、最終的には本当にたった一人のこの人というイメージをすごく持てるところまで具体化するといいんです。マーケティングではペルソナ分析と言いますが、ペルソナという架空の人物なんだけれども、こう架空すぎず、こう絵空ごとの人物じゃなくて、本当にこの人いるよねという現実感を持てるようなところまで顧客像というのを具体化していきます。そうすると次の2つ目3つ目のポイントにつながっていきます。はい、で、マーケティングでの顧客理解、顧客のために本気になるためのポイント2つ目、顧客の問題に共感をするです。で、1つ目で定義した顧客像、イメージできた顧客がどんな人たちかから、その彼ら、彼女らがどんな問題、顧客課題を持っているかというのを理解していきます。で、理解だけではまだ十分ではないと思っていて、そこからどれだけ共感できるかだと思うんですね。理解と共感は、必ずしも線引きができるわけではないんですけれども、共感までいくと他人事ではなくなってくるんですね。その問題があることによって、顧客はどう困っているのか、そしてその共感できるからこそ、心からその問題を解決したいというふうに思えるようになります。で、こうした共感があることによって、本気になれる、何とかしなきゃというマインドセットになっていくでしょう。はい、で、顧客のために本気になる3つ目のポイントは、問題解決にあたって当事者意識を持つことです。共感できているので、何とか解決をしたいと思っているところから、どれだけ当事者意識、自分がそれを解決するんだというふうに
自分事化できるかだと思うんです。いつか他人、誰か、自分ではない他人が解決してくれる、まあ、他者が何とかしてくれるというような人事ではなくて、こうオーナーシップを持ってそこまで本当に人のために解決するんだという、まあ、覚悟を持つかですかね。でこの当事者意識というのはすごく大事だなと思っています。ちょっと話は外れるんですけれども、これは今マーケティングにおいてこう顧客のために何ができるかという観点で語っていますが、当事者意識というのはこう仕事、どんな仕事においても持っておくといいマインドセットだと思うんですね。こう主体的に自分が動くため、まあ、自立をして、仕事をしていくため、まあ、仕事以外にもプライベートにおいても当事者意識というのはすごく大事なこう要素だなというふうに思っています。で話を戻すと、マーケティングで顧客のために本気になるために大事な3つ目というのは、問題解決、解決策にあたって当事者意識を持って最後までやりきる気概を持つ、これが重要な3つ目のポイントです。はい、というわけでそろそろクロージングです。今回はマーケティングについて、顧客理解をどうしていくかの基本となるベースとなることですね、マインドセットについて掘り下げて一緒に見てきました。いかがだったでしょうか。今回はマーケティングの文脈で語りましたが、これはマーケティングに近いところで、まあ、セールスだとか、もうそういった領域でも使えますし、直接お客さんと向き合っていらっしゃらない方でも、自分の仕事のお客というのを社内の関係者、まあ、近いところで言うと同僚だとか上司、他部署の人を顧客というふうに見立てると、この顧客理解の考え方は、まあ、仕事でマーケティングだけではなくて汎用的に使える、まあ、活用できる考え方、マインドセットかなと思います。なので今回の内容があなたのお仕事で何かこう参考になった、こう意味があったなと思ってもらえれば嬉しく思います。はい、今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。このチャンネルはビジネスセンスを磨くというコンセプトで毎日配信をしています。次回もぜひ聞いてみてください。またチャンネル登録をしてフォローいただけると新しい配信を見逃すことがなくなります。まだの方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日をお過ごしください。